らガラッとまだ数字も変わるかもしれませんしね。うーん、まあでもそういう中で3割残ってる人いるんですよ、本当にね。あ、すごい、頑張ってもらいたいですよね。うん、タイトル取ってほしいね。そうですよね。うん、それではですね、はい、ガンちゃんのお近くに今日、ラジオの実況解説してくださる新谷博さんと川端アナウンサーやってますか、はい、リチャード・ヒア解説者と川端さんが行われます。はい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。え、かなり放送席狭いんですか？まあね、結構限られたスペースに男性3人がね、横にいるということで、はい、ちょっとみちみち感もありますね。みちみち感ある感じで、はい、じゃあ仲良くよろしくお願いします。はい、新谷さん、はいはい、まあ、1ヶ月ほど前はですね、ヤフードームでの今日の試合とかも含めてですけども、まあ、こういう形で対戦するとはちょっと思ってなかったと思うんですけど。どういう形？もっとこう白熱したね。白熱してるよ。いや、白熱はしてますよ。してるしてる。何のこと言うね。言葉選ぶの難しいじゃないですか。だったりマジック点灯したからね。そうなんですよね、はいはい、っていう状態なんですけども、うん、まあ、ファイターズとしてはもう一戦一戦勝つしかないですよね。チームの状況ってやっぱりどうですかね、今のマジック点灯した状況で。いやいやいや、もうね、まあ、マジック点灯したり、はい、2位になったり3位になったり1位になったりいろいろあるけどさ、今日の試合勝ちたいだけさ。あ、必死必勝ですね。うん、基本的には大会だろうが何だろうが、まあ、戦う集団なんで、今日勝ちたいっていうのは、まあ、基本的にはそれがあるんで、はい、その中にその順位とかね、なるほど、が出てくるんで、うん、まあ、原点回帰すればいいだけの話。なるほど。この中でちょっと怪我人が、主力の怪我人がこう目立ってきてる感じではありますけど、どこもそうさ。ああ、そうですよね。うん、日本ハム一生懸命応援してるから、はい、日本ハムの怪我人が気になるけど、はい、よそのチームをみんな取ってる。なるほどね。もう松永君、松永君、松永君、杉内ね。そうですよね。今日会ってどうよ、大丈夫よって聞いたら、大丈夫じゃないでって話してました。そういった時に肝心な金子君までいなくなったら困るから、なんかこううまくこう間を空けたりとかね、全部つながってくるんで。なるほどなるほど。はあ、川端さん、今日オーダーで糸井選手や稲葉選手は、糸井選手で3番、そして稲葉選手も今日はスタメン復帰してきましたね。5番の DH でのスタメン出場と張り切って出てますね。はい、いうことになってます。なるほど。じゃあ打線の方はその選手に、まあ、含めて活躍してもらって、 そうですね、そして先発吉川投手の頑張りということですよね。もう今やね、ファームで各部門トップの成績残してますんでね、自信持ってね、ファームで防御率、はい、まあ、最多奪三振でもありますしね、もうファームのダルビッシュのような感じになってますから、まあ、ですよね、実力を、ね、1軍で発揮するだけですよ。いや、じゃあ、止まりたいね。そうですね、はい、ということで、じゃあ、新谷さんと川端アナウンサーには ABC ラジオで応援実況をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、お送りしてきましたけれども、この後はホークスとファイターズの試合を解説、新谷博さん実況、川端アナウンサーで 120% 以上のファイターズ応援実況でお送りいたします。で、ガンちゃんは ABC テレビの中継ですね。はい、だからちょっとオマートしますから、オマートしてよろしくお願いいたします。この時間とお相手は山本さんと塚見裕之でした。それでは皆さん、おなかさん、来週頑張るでさ。
の提供でお送りします。すべく今日の一戦なんですが、先発ピッチャーが高卒5年目の吉川、サガムから上がってきました。1軍では